じゃあ青さん、なんか質問キロキロさんにあれば、そうですね、このキャンプ場は自分だけで楽しむ、ずっと。ああ、でもね、いつかはオープンにしたいとは思ってます。まあでもそれは一般公開というよりは、あのファンの人だけ。なるほど。例えばファンクラブ入ってる人だけとか。やっぱりその何でもかんでもっていうよりは、やっぱり今までずっと見てくれてる人にこの作った成果を見てもらいたいですよね。でもそれは多分ね、桜が咲いた時期とか咲いた頃に呼びたい。もうちょっと後ですね。だからそのためにちょっと今多分5年後とか、ばっくり変わってると思うんで。なるほどね。まだまだこれ、手つけたばっかりなんで、ね、なので、そういう意味では楽しみ。まあ、いつかはファンのみんなを呼んで、ここで、なんかファンの集いとか、そういう。ここでライブしたり。そう、のをしたいですね。ここでライブすることもあるかもしれない。でここで弾き語り何もでもできるんで、スピーカー2つ置けば。あ、なるほど。あ、そうかそうか。いくらでもできちゃうんで。前座にちょっと、まあ、前座に来てくださいよ。最近ホズミバンド、はい、ベーシストホズミ、まあ、ホズミバンドじゃないですけどね、はい、ベーシストホズミ。そう、あの京島さんにあのそのバンドマンとして聞いたんですよ。もう、はい、一素人とバンドマンとして、はい、まあ、ベース僕させてもらってるんですけど、やピックと指、もう最近指でやらせてもらってるんですけど、やっぱ指の方がいいですか？ごめんなさいね、こんな質問しよう。あのタッチの問題なんで、あれは、はい、だジャンルによって指がいいのか、はい、ピックがいいのか。あ、そうなんですね。変わってきます。え、じゃあどっちが良くて どっちが長谷川さんがやってる音楽が何系なのかによります。あー、まあちょっとバラードよりっすね。だったら指の方がいいです、ね、あ、指の方がいいですか、はい、優しいからですか。優しいから、タッチ、あのカツっていう音が。ピックは何よりですか。ピックはやっぱハードロックとか。あー、うん、やっぱもう激しい系のロックだったり。京極さんの曲やったら指の方がいい感じですか。僕の専属というか、はいはい、あの来てもらってるミュージシャンのスティングさんという人は指ですね。でもピックでも全然弾ける人です。弾けるか。まあでも両方やりますね、皆さん、プロの方は。あ、両方やるんですか。何でもできます。あ、結局まあそれぐらいのレベルですね、プロって。まあプロはそうですね。うん。なるほど、ね。曲に合わせてやる人も多いと思います。あ、そうなんですね。僕はベーシストだった頃は、ハードロック系の時はピックでしたね。ベースやってたんですね。もともとベーシストなんですよ。歌一番最後なんで。へぇー。そう。ボーカル一番嫌だったんで。なんでなんですか。恥ずかしくて。その時に歌ってた人、じゃあどんな人ですか。ほんとっすね。いや、うまかったっす、もうだっす。マジっすか。はい、でもやっぱメタルとか、いわゆるそのメタリカとか、あ、そういうちょっとこう、はいはいはい、激しいやつだった。なるほど、うん。で、まあ一応作詞は僕が担当って決まってやってるんですけど、はいはい、京極さんってすごい曲死ぬほどあるじゃないですか。で、なんであんなにこういろんなこうフレーズであったりとか、うん、曲ですか、うん、曲、歌詞、歌詞です。あ、歌詞ね、はい、まあ、楽曲はちょっとやってないんで分かるんですけど、はい、歌詞出てくるのが、それどのタイミングで、例えば、はあ、あ、こんな浮かんだ書こうなのか、よし今日は1日3曲書こうとか書くのか、どっちなんですか。どっちも、あの時代によって変わってました。例えばエグザイルの時書いてた曲たちは、うん、ほとんどが曲線だったので、曲線、いわゆる曲があって、これにメロディ、あの歌詞をはめなさい、あ、なるほど、っていうオーダーだったので、瞬間これ書けよっていう、え、もう楽曲があるってことですか。楽曲があります。ラララとか、あ、なの、ナナナナとかで、オーバーとかだったら、ダラララテテレレナナナテレレナナナテレレナナナっていうのが、例えばピアノだったりラララで入ってるの来るんですよ。それに入れなさい。それに自分でストーリーを考えながら字余りなく収めていかなきゃいけない。だから一番作詞家として楽なのは、自分が書いた詩に曲を書いてもらうこと。あ、それが楽なんですね。それがやっぱ楽というか、考えなくていいんで、メロディーを。で、曲と詞ができる時っていうのは、それを考えないです。曲と詞が同時に出てくるんで。だから、その字余りとか、そんなこともないんです。マジっすか。そう。
だから曲が先にできちゃって、詩を後に作るときは大変です、自分が書いても。そんな、じゃあ詩と曲が同時にできた歌なんて、そんないっぱいあるわけじゃないですよね。なかなかないですね。そうですね。その時は本当にちゃんとこう降りてくる的な。それはもうやっぱすごいいい曲なんですか、ね、僕は好きです。それは今言えるんであれば、例えばじゃあこれはそうです。例えば1曲でもいいですけど。とロッカとか、ブルームーンとか。そうなんですか。結構あります。プロポーズもそうだし。マジっすか。はい、あ。あれは沖縄の結婚式場のホテルで作った音なんで。マジですか。あのベランダで楽曲も降りてきたんですか。そうそうそう、ギター弾きながら、はい、あのベランダで、ベランダからビーチに、はいはい、あの結婚の撮るじゃないですか、はいはい、新郎新婦がこう、はいはい、ウェディングドレスで、はい、あれを見ながら作った。マジですか。あ、めちゃくちゃいい歌です。ありがとうございます。そうなんすね。聞いてくれましたか皆さん。めちゃくちゃいい曲らしいですよ。すごいな、やっぱそんなもあるやな、そういう曲が。そのうち誰がそのうち来るかもしれないですよ。来たみたいな。でも作詞もあの結構慣れみたいなとこがあって。あ、そうなんですか。バラードだったらこういう展開がおもろいっていうのが自分の癖みたいなとこがあって。ただ僕の曲は大体別れる曲が多い。あ、切なくなる曲が多い。それもメロディーによってでそうなさせられるんで、うん、だから昔のグループエグザイルの時のあのこれに歌詞変えてこいって言われた曲はほとんどそういう曲だったので。ああ、そうなんですか。メロディーが切なかったので切ない歌詞をつけるっていう。なるほどね。そうのがやってましたね。もう途中で行き詰まって燃えやって思ったのがあれですよね、あの僕の君の好きな僕は僕の好きな君じゃないし、もうええわと思ったやつしかあれですよね。あの、ま、むちゃくちゃええ曲やけど、もうあの題名はもうこれでええわみたいな。そう、あの自分で書いててたまに歌詞がわけわかんなくなる時あるんですよ。でも言うたらですよ、人を好きになるってちょっとかっこいいこと言っていいですか。真面目な話です。人を好きになったり嫌いになったりするタイミングってわけわかんないでしょ。うん、まあ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 、でじゃあ何が好きなんですかっていうその人のって言われても、え、何が好きなんやろって思う。うん、そうですね。でこの人の愛してると思うところを言ってくださいって言われて、え、愛してるってなんだっけってなるじゃん。うん、あの会うことだったり、ね、興味があることっていうのは言えるんだけど、いざ何が好きかって言われると答えにくかったりするんですよ。うん、だから完結させるタイトルじゃなくてもいいんですよ。で完結する歌詞じゃなくてもいいと思ったんですよ。だったら人が聞いて何このタイトルとかどういう意味この歌詞っていう方が逆に考えさせられるんじゃないかと思って、あ、もうそうなんですね。あれはわざとわからないようにしたんです。すげえ、ふけえ。これからじゃあ京子さん、まあ、年齢40歳になったじゃないですか、はい、まあ、50、60と重ねていく上でどういうこうスタイルを今は目指していこうかなと思って。そう、昨日ね、そう、それフォーさんにも昨日聞かれて、僕はそのいわゆるロックも今までずっとやってきて、ロックバラードみたいなのも歌わせてもらってたんですけど、自分の中で40になってくると、そのいわゆる人の儚さだったり愛おしさだったり、なんて言うんだろう、まあ、どっちかというとその人間的な部分、その愛おしさだったり、ああいうのが書いていきたい。ああ、なるほどね。そう、だからそれを目標としてるのがやっぱ玉置浩二さん、うん、玉置浩二さんとか飛鳥さんみたいな深い歌い手になりたいな。深いもんな、うん、俺すごいっすよね。すごい詩が飛鳥さん、チャゲアスやつけどあるんですよ。始まりはいつも雨かな。あー、めっちゃいいですね。歌詞めちゃくちゃいい。飛鳥さんの歌詞って実はえげつないぐらい深いんですよ。いやー、そうそう。だからまあ世の中的にはさ、やっぱり社会的には一回失敗してる人じゃないですか。だからそのいろいろ言われるんだけど、でも言ったってさ、いっぱいいたじゃん今まで、はい、やったことはあのダメだと思う、それは、うん、ダメなんだけど、そのいわゆる人間的に復活していくこと、いわゆる何て言うんだろう、構成していくものは止めちゃダメじゃないですか、はい、だって歌によって構成することもあるかもしれないじゃん、はい、かといって飛鳥さんにさ、じゃあガードマンでもしろよって言ったら、それはおかしい話であって、はい、それでしか輝けない人だっているわけだから、だったらそれで構成すれば、それはそれで成功、うん、成功なんじゃないかと。なるほどね、一つのね、はい、僕は思うから、そのやったことをずっと引きずって、じゃあ二度と歌を歌うなっていうのは俺はダメだと思うんだよね。だってマッキーもそうじゃん。マッキーね、
槙原さんも2回目ですからね。そうダメだと思うよ、絶対ダメなんだよ、はい、絶対にダメなのよ、はい、薬なんてダメなんだけど、ダメなんだけどそれをまたやめて覆して復活するのには、うんね、多分やっぱ歌しかないと思うんだよ、うんそうですね、これは一般の人には本当にわからない感覚だと思うんですけど、うん、でもそこを取り上げちゃうとまたもっと違うんじゃないかなと僕は思うんですよね。もちろんそのいわゆるその薬を断つための施設とかそういうのに入ってからの話なんだろうと思いますからね。僕自分もやったことないからわかんないですよね、あの感覚って。いろんなことを人は言うけど、その人が辞めるためにそれが必要だったら そうですね、それをしていいと俺は思うんですよね。その歌で救われる人も、うん、いると思うんですよね。来ますから、うん、だから全員が 100% 賛成っていうのはまず世界にありえないから、ね、生きてる人間の世界では、はい、だからやりたいようにやるべきだし、やったことはやったことでちゃんと償えばね、いいと思うし、まあ僕はそう思いますけど、ね、まあちょっと話はそれましたけど、いや、究極はやっぱね、あのね、めちゃくちゃ優しいんですよ。なんでかっていうとやっぱ例えば僕が既婚マルチです負けた時も、うん、一番最初の LINE くれたら狂気なので、勝ったか残念でしたら、でも次がありますとかそんなんじゃなくて、ケータ大丈夫ですかって、うん、勝ち負けなんかどうでもなくて、うん、それと心配の LINE ばっか、うん、僕が繋がらんから中辻も連絡してくれて、うん、僕にもくれて、僕が返したらすぐまたくれてみたいな、体を心配してくれるから。勝さんと見に行った時そうです、僕が、ねはい、大阪城ホール狂気さんのライブ行って1ヶ月後にやったんですよね。そうだからまあそれもすごくこうなんかこう勝ち負けなんかどうでもいいっていうのが嬉しいというか、うん、いやでも仲良くなるともうね、もう頼むから殴られんまま終わってくれと思って。ボクシングだから殴られるスポーツだからそんなことはありえないんだけど、身内、まあ身内と言っていいんだったら友達になっちゃうともうね、もういいからそのまま判定で綺麗に勝ってくれと思って。知らない頃は見れないって言いますよ ね、 なんかね。そう、はい、知らない頃はテレビで見てる頃はいけこらーって思ってたけど、その人の人生とか家族とか見ちゃうと、もうほんと怪我の前ないまま終わってくださいみたいな思っちゃって、でも試合中は言うけど、はい、いけーって思うんですよ、やっぱその、はい、やられる前に、はい、もうほんとにね、勝つとか負けるじゃなくて無事に12ラウンド終わってほしい、ね、いやあの試合の聞こまれてて2014年4月やったんですけど、あの時青も裏で実は追ってて、うん、あ、そうなんですか、はい、で青も泣いてくれて、青にも俺はこれでやめるからって続いた青を泣いて、うん、まあやめかったけどあれからの復活劇だからね、涙返してほしいですけど、ね、本当っすよね。あれ春日さんがやってなかったでしょ、やってたと思うですよね、まあ、あの時あれでもテレビ、あ、そうか、勝った時に泣いてリングに上がった時だ、2回戦や、それは、はい、その時も青がそうですよね、ダブル世界戦で、そうそうそう、あれかっこよかったよな、あれ、あれ国際フォーラムじゃない、名古屋外資ホーラム、あれ名古屋だ、名古屋外資ホーラムでもやりましたよね、フォーラムでもやりました、国際フォーラムは青が防衛戦でしたね、防衛戦でした、山中先生やったな、そうですね、あれ、長谷川さん出てない時、出ましたあ、出ましたよね、僕は長谷川さん、山中さん、僕ダブル、え、トリプル世界戦だ、あ、世界戦だ、ね、僕はノータイム前哨戦みたいな感じですね、そう、前哨戦で、え、その時は、ホーさんはえ、いつの3階級取る前、2階級取る前、2階級取って、ジョニー・ゴンザレスってやつに負けて、そっか、ジョニー・ゴンか、1年ぶりの復帰戦です、あれ、結局ジョニー・ゴンがフェザーか、フェザーがフェザーか、でもフェザー取ったんですもんね、まあ、最後は一応その2階級、いや、最後は2階級で取ったんだ、僕とやった日にフェザー取って、うん、あれ、俺のこと何も知らない、じゃあ、これ いや、好きすぎてごちゃごちゃなってきたのか知ってます、俺昨日も長谷川さんが隣前の部屋にいるじゃん、はい、俺長谷川穂積の歴史をずっと YouTube 見てたから目の前に寝てるのに目の前の部屋で寝てるのに俺ずっと見てたからね、これ帰りの車で会話なんてやばいもん勉強してたんだ、そんなことないでしょ